アンジェラ・デイビスは、アメリカ合衆国の活動家、著作家、学者である。カリフォルニア大学サンタクルーズ校の名誉教授である。マルクス主義者で、アメリカにおける左翼運動の重要な活動家として知られる。また、デイビスは、階級、フェミニズム、アメリカの刑務所制度、三国複合体などの専門家として知られる。1944年1月26日。 アラバマ州バーミングハムに生まれる。ブランダイス大学ではフランス語専攻の優等学生マグナクムラウで3代目のファイベータカッパとして表彰され、フランクフルト大学では哲学を専攻した。フランクフルト学派の著名哲学者、ヘルベルト・マルクーゼの下で勉強したことで、マルクス主義に興味を持つ。アメリカに帰国し、カリフォルニア大学サンデー語校で学業の傍ら、 学生非暴力連帯委員会、ブラックパンサー、共産主義活動の主流にあり、1969年に修士号を授与されると、東ドイツのフンボルト大学ベルリンに進み博士号を取得する。中心の人物がデイビス、カリフォルニア大学、1969年10月、エイリッヒホーネッカーとデイビスのポスター再び、アメリカに帰国し、マルクス主義フェミニストとして、 共産党に入党する。この時期に第2波、フェミニズム、ブラックパンサー等、反ベトナム戦争運動などに関わる。1969年にはカリフォルニア大学ロサンゼルス校にて助教授となるが、直後に共産党との関わりなどから理事会により免職となる。デビスは異議を申し立て、裁判により大学側の判断は違法だとされ復職するが、 すぐさま過激な発言を理由に懲戒解雇される。アメリカ大学教授協会は理事会のこの決断を非難した。1970年、デイビスの名で登録された銃がカリフォルニア州の裁判所襲撃殺人事件に使われると主犯にデイビスと面識のあるブラックパンサー党員がいたこと、デイビスと黒人政治犯釈放運動との関わり、指名手配中に逃亡したとして、 誘拐、殺人ならびに、脱獄の凶暴の権威をかけられる。起訴後も保釈を許されないまま、一年半を刑務所で過ごす。全米で、デイビス釈放運動が行われ、小野陽子やジョン・レノンなどの著名人も参加した。1972年、ラテン系一名を除く、裁判官全員が、白人の法廷において、すべての罪状で無罪となる。 九百八十年代はサンフランシスコ州立大学の教授として教弁を取った。デイビスの研究の多くは刑務所廃止運動に関連し、九百九十七年には三国複合体解体を目指すクリティカルレジスタンスを共同で立ち上げた。共産党の副党首に押されるものの九百八十年代に二度とも敗れ、九百九十一年に離党し民主主義と 社会主義の通信委員会に参加した。また同年、カリフォルニア大学サンタクルーズ校のフェミニスト研究学科で教鞭を取り学部長を経て2008年に退官。貢献のあった名誉教授に加わる。教職を離れた後も執筆活動を続け、ウォール街を選挙せよ、ボイコット、投資撤収、制裁などのアメリカにおける政治活動に積極的に参加している。 各地で講演を行い、南アメリカで国連の国際女性デーや差別撤廃の普及、人身売買や麻薬取引撲滅の啓発に携わり、2019年3月23日にウルグアイの共和国大学より表彰を受けた。また、共産主義者でアフリカ系であることから、キューバにおける影響を示唆する研究がある。2014年には、 カリフォルニア大学ロサンゼルス校のジェンダー研究学部で春学期を教えた。ジェニー・シャープ学部長は1970年当時学問の自由を盾に教授会がデイビスを擁護しきれなかった遺ンと学内からデイビスの復職が指示されたことに触れ、解雇した理事会の推薦枠という処遇は完全懲悪であると述べた。レーニン平和賞を含む多くの賞を受け、 2019年に全米女性伝道にも加えられた。2020年に大虫は100人のウーマン・オブ・ザ・イヤーで1971年の代表に選んでいる。アンジェラ・デイビスの名を冠した教育施設はフランスに数カ所見られる。1980年から1983年まで写真家でサンフランシスコ州立大学教授のヒルトン・ブレイスウェイトと結婚していた。 1997年、アウトのインタビューでレズビアンであることを公表した。2020年現在、フェミニストで、カリフォルニア大学サンタクルーズ校の研究者のジーナ・デントと共に暮らしている。1971年、1972年、1985年、1992年、1997年、2000年、2002年、2011年、2016年。 ありがとうございます。